タイの国際空港の巨人像に新型コロナ対策を呼びかける目的で巨大なマスクが装着されました。国際空港の出発ゲートに立つ大きな巨人像にマスクがつけられています。大きな顔の上の一つ一つの小さな顔にも全てマスクがつけられています。タイの保健省はマスク着用の重要性をアピールするためバンコク近郊のスワンナプーム国際空港に展示されている2体の巨人像にマスクを取り付けました。タイでは事前に入国許可証を取得した乗客の搭乗に限るなどの条件付きで国際線の乗り入れが始まっています。来年1月6日からは日本航空と全日空も週3便ずつ羽田空港からバンコクへの定期便の運航を再開する予定です。